この試合最初のサンドカップ CA の得点が決まってお客さんの皆さんも着席ということになりました。デビン・オリバースリーポイント、両者ともスリーポイントあるのでやはりそこ期待したいですよね、ここなんですよね、横浜早いのが。河村から赤穂速攻が決まります。河村には関野の気迫のディフェンス、いや本当に彼はあの元チームメイトだったんですけど、やっぱ身体能力素晴らしいですからね。さあ河村がボールを運んできて関野とのマッチアップになります。インサイド、キンカーイ、うまいですよね。ディフェンスの隙を見てしっかりキング選手がカッティングしたところに対してあのよく河村選手が、そして河村がスティールして自分で決めていきました。ドンピシャでダンクを止めていきました。こう攻めていってもいいと思いますよ、はい、先ほどは見事なダンクを見せてきた中野ですが逆サイド河村へのパスになってしまいました。やっぱり中野選手中心にやっぱり攻めていってもいいと思いますし、はい、何か渋谷としてはっきりとしたオフェンスリズムを展開するといいかなと思います。河村ようやく来ました、スリーポイント。先ほどようやくスリーポイントが入りました。河村、河村もう1本狙ってきて連続スリーポイント。そうですよね、もう1本入ると乗ってくるので、キングカイに対しては激しくベンドラムをついていく。さあ河村インサイド、キャッチャストーン、この2人の合わせが素晴らしいんですよね、気がつけばマカドゥ今日21点目。いや素晴らしいですね、キングカイからオリバー、横浜の方がすごくボールムーブが良くなってます。今日3本目、そうですよね、ジャクソンピックを使う河村、これも決めてきます。止まんなくなってきましたね。いやいや一度入り出したら止まらない、他の日本人選手でファイトしているので、はい、素晴らしいですよね。今のファール井上のファール、井上今日3つ目のファールです。デビン・オリバーが決めていきます。河村、そうですね、この2面ゲームを中心に、はい、河村ドライブスルーから赤穂、赤穂のスリーポイント、これを演出していきました。あのここをちゃんと自分でやらなくちゃいけないっていうのを読めてるのが河村選手。そしてこの中ヌでここもう一本やられてしまうと渋谷はまずいので、はい、しっかり止めていきたいですね。キングカイダーリバースレイアップ決まった、さすがですね。オリバーのスリーポイント、オリバーリバウンド、もう1本、いやここも2人いってますからね、まずはここで2点。